銀座七重チャンネル。銀座クラブ七重、唐沢七重です。クラブ七重で勤めています田山優太と申します。よろしくお願いします。硬いねすいません緊張いやめっちゃ緊張しました。クラブ七重スタッフの田山優太くんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします実はクラブ七重にオープンする前からね、優太くん知ってるんですけれども、まあ、でもオープンして1年3ヶ月 ね、 そうですね、もう経って立派な黒服になりましたかどうかまあまだまだこれから銀座人生長いと思いますけれども、その前のちょっと慣れ初めをちょっと話してもらえたら。じゃあスイートメモリーズというクラブ七重 の、 まあ系列店というかバーワインバーがありまして、そちらにアルバイトの募集見て応募させていただいて、まあその時は多分メールとかでももとやり取りしてて、そう最初、はい、そうです。最初その求人から ね、 そうですね、バイトルかな、バイトルです、バイトルです最初は本当に、まあ、クラブのママさんっていうのを全然知らない状態で、メールの応対の感じとかも普通の企業さんの感じというか、まあ面接の場所、まあ、スイートメモリーズ行った時に、あれバーだなみたいな感じで行ったんです。そしたらなんかまあ、綺麗な、まあ、ママがその時いらっしゃって、お母さん来た、この人みたいに最初なって何の店だろうと思ったんですね。いや本当です、何の店なのかなと思って、ヘアセットしたお姉さんが来ると一気に緊張しましたね。ワインバーじゃないんじゃないかってね、どっかに連れ去られるんじゃないかちゃんとした夜のお店なんだなってその時思って、うん、直接面接ママがしてくださったんですけど、 その時にまあ好奇心なんですけど、まあ、やってみたいなっていうので最初は始めさせていただいたんですけども、うん、やっぱりスイートメモリーズというワインバーで、まあ、人が足りなかったのもあるんですけれども、募集をして、そこでクラブの方のボーイさんからスタートできるような子もいたらいいなっていう頭でもう募集してたんですよ。なので私自身自らまあ面接に行っていたのもあるんですけども、その中で田山優太くんが最終的に残ったわけですね勝ち抜いて、だってあれだもんね、そのミニクラブの方でも女の子をオープン前預かってもいたから、そっちでもやっぱり黒服も必要になりますしね、っていうのもあって人手がやっぱり欲しかったのと、クラブの方に上がってくる男の子もいるだろうなっていうことで面接してました。もう本当に水商売っていうのが、うん、本当一回も僕やったことなかったので、うんうんうん、ピザだったもんね。そうですね。そうですね。普通にもその飲食店とかでも働いてて、美容師も僕やってたんですけど、まあまあいろいろやそうか、はい、いろいろやってたんですけども、うん、まさか自分がこういう世界に飛び込むとは本当に思ってなかったんですけど。そうだよね。まあでもオープンするってなって、うん、まあもう一人まあ、僕はまあ尊敬している上司の方がいて、うん、その人に誘っていただいて、うん、まあ、ママも行っていただいたっていうのもあって、うん、まあ、人生一度きりというか、なんかいろんなことしてみたいなっていうのもあって、うんうんうん、まあ、今こうやって勤めさせていただいてますね。銀座の黒服になかなかふっと入ってくるきっかけってないもんね皆さんどうやって入るのかなと結構思いますけどね。そうなんですよ、ね、求人かけても、うん、はい、意外と銀座の黒服にポンと飛び込んできてくださる方って意外と少ないから黒服不足って言われてるんですよね。ぜひぜひゆうたくんからも仲間大募集してください。そうです、なんか、うん、多分、まあ、結構僕もその友達とかにどういう感じとかって言われるんですけど、本当にいろんなこと経験させてもらえるというか、うん、まあ、全然自分が出会えないようなお客様とも本当にお話しさせていただくこともできるし、すごいなんか自分の中でスキルアップさせていただいてるなと本当に思うので、ちょっと怖いなとか思われる人もいると思う。最初怖いですよね私も怖かったもんね、うん、僕もまあ、まあ、そんなこともなく皆様上司もすごい優しい方ばっかりですので、うん、まあ、すごいでも環境に恵まれてるなと思います、ね、本当に、まあ、皆さん知らない人でもなかったんですけど、うんうんうん、まあ、知ってる方もいて、すごい短期間でなんか、まあ、馴染めたというか、うん、ホステスさんの求人すごい来るじゃないですか、うん、なかなか黒服さん、そうだよね、いやぜひ僕も一緒に働きたいなと黒服さんと思うので、はい、ぜひぜひ来てください、お願いします。本当に意外とアットホームで和気あいあいとやってますので、全然怖がらずにどんどん女性だけじゃなくて男性の方も思い切って連絡ください、はい、じゃあこのあたりで今日は田山優太くんどうでしたか。緊張して今何喋ったのか今覚えてないんですけどまあこれからも頑張ってクラブ長屋盛り上げていきたいと思いますので、はい、あら心強いありがとうございますそれでは銀座の夜にお待ちしてます